い、お世話になります。オグリオン飲店、オグリケンイチです。いや、ついに手に入れました。こちら、じゃん、 US アーミーの M51 フィールドパーカー、通称モッツコートです。今日はこれを紹介したいと思います。よろしくお願いします。ある岡山の古着屋さんでこれ見つけまして、一緒に M65 フィールドパーカーも売ってたんですよ。で、巷ではその M65 の方が今は人気らしいんですけれども、僕はあえてこちらの M51 元祖モッツコート、これをね選びました。うん、で、しかもですね、これなんて言ったらいいんだろう、完品なんですよ。テルがあって、ライニングがついてて、しかもこのコヨーテパーのフードもついてるんですよね。フードのことを言うと、 M51 フィールドパーカーモッツコートはシェルにねフードがついてるんですけど、そこに、まあ、後付けでさらにこのコヨーテファーがついたフードをねつけることができるんですよね。ライニングとフードを取り付けたのはこんな感じ、結構肉厚な感じ。あと、まあ、首元のパーがファーっとしてるよね冬っぽさを演出してます。まあ、結構かさばりますね。もうずっと外にいるんだったらこの感じでいいかもしれないですけど、これでお店とか入るってなったらちょっとねかさばって動きづらいなっていう感じはぶっちゃけします。で、はい、同じ M51 のフィールドジャケット、これを着た上に羽織ることが前提になっているので、かなりサイズが大きいんですよね。で、これね M サイズなんですよ。 M サイズでこのサイズ感、もうだいぶ大きい、だいたい2サイズくらい大きめにできてるみたいです。まあ、とはいうもののね、オーバーサイズで着ることを意識したらね、 M ぐらいがちょうどいいのかなと思ってこれを買いました。今まで古着屋さんで M51 を試着した時に XS とか S とかもね着たことあるんですよ。でもなんかしっくりこなかったんですよね。というのもこれ結構生地が薄いんだけど、それがさらに着古されてなんかねテローンってなってたんですよね。形がなんかこうダラーンとなってたんですよ。なんだけど、これはまあそんなに着てないみたいで、まだね生地に張り感があったので、 M サイズでもなんかこうパリッと着れるようなイメージでしっくりきたのでね、これを選びました。で、全然軍物には珍しくダメージもないし、汚れもほとんどない、あんまり着てないんでしょうね。ただ M51 は肩にエポレットがついてるんだけど、左肩にこの階級章がついてましたね。これはちょっと調べた感じだと中佐さんの階級章だそうです。なので US アーミーのスウィング中佐さんが着てた M51 なのかなと思っております。いや、これだけ綺麗な M51 ってあんまり見ないので、これはすごく良かったなと思いますね。あとなんかこのライニングに大きく M って書いてますねライニングとフードはこんな感じでボタンでくっついてますので、まあ、これを外せばもうちょっと軽い感じで着ることもできます。はい、フードはね外したらこんな感じです。まあ、こういうことだよね。はい、ちょっと取り外して着てみたのが、はい、こちらです。まあ、こっちの方が結構すっきりした印象ですよね。はい、ライニング外したらこんな感じ、裏が、まあ、こういう感じの白のパイル地になってます。で、ちょっとさっき気づいたんだけど、これもしかしてパイルの方を表にすることができるんじゃないのかなと。ちょっとやってみようか。まあ、こういうことですよね。こっちを向けてボタン止めしていく。このボタンホールは左右対称だと思うんで、多分これでもつくんじゃないですかね。ここはちょっと無理か。あ、いけるか。いや、ここは、あ、ちょっと難しいかな。ギリかな。あー、ちょっと、いや、いけるか。いけんことはねえか。あ、ここがちょっとあれかな。ここさえ無視すればいけるか。ここの上のボタン2つを無視すればいけるか。いけるな。いや、おう、おう、おい、はい、はい、はい。あ、いけんことはないですね。まあ、いけんことないけど、まあ、ちょっと違和感あるね。この辺がちょっとボタンの数というか感覚が合わないので、ちょっと浮くのと、パイルがさ肌に当たってねチクチクするよねまあちょっとこうさ、なんか開けた時に白いのが見えるのは面白いのかなとは思うけど、まあ、そこまでしてやる必要ないかな、これは。うん、
まあまあまあいいんじゃないでしょうか。でこのフードは先ほどから登場している M51 フィールドジャケット、これにね頑張れば効きます。頑張ればね。フィールドジャケットの襟の裏にボタンがあるんで、そこにこうつけていけばつかないこともないです。これがいいんかどうかは置いといてね。フィールドジャケットはフィールドジャケット用のフードがあるんだけどまあ一応こんな感じでつかないことはないです。こんな感じね。なんかちょっとゴージャスなさ、ゴージャスなジャケットに早変わりしますよね。うん、はい、こんな感じ。というわけです。でこれいいなと思ったポイント、このね袖なんですよね。フィールドジャケットの上に羽織ることが前提に作られているので袖もかなり太いんですよ。で袖が太いとさ、ここのところがもたついてなんか変な感じになっちゃうんだけど、でもこの先にゴムのベルトがついてて、でこれをね引っ張ってここのボタンに留めてあげることで、こんな感じで袖の先っぽが絞れる仕様になってます。これはねいいなと思いましたね。で M51 フィールドパーカー、このモッツコートの特徴的な仕様として、後ろ身頃、この前身頃に比べて後ろ身頃が長いフィッシュテールっていう仕様がありまして、で二股に分かれてるんですよ。でさらにこの裾にドローコードが入ってるんですけれども、風が強い時にこのドローコード前と後ろを縛ることで筒状にして足に縛り付けると、そんな機能的な役割もあったりします。これこれなんか面白いですよね。着方としてありなんじゃないのかなってちょっと思ってしまうんですが、いかがでしょうか。で今回買うにあたり奥さんと一緒に古着屋さんに行ったわけですよ。でこういういい古着を買うときはね、もう奥さんに一回着てもらうと、で あっちゃんも似合うからじゃあ買おうっていうことが言えるわけでね、このモッツコートね、女子もね着たらすごく可愛いんですよ。で奥さんが着たら、はいこんな感じね、モッツコートいいですよね、このオーバーサイズ感とかすごくいい、いいよねでさらに言うとこのライニングね、ライニングを着ても可愛いんですよね。しかもこれ M65 のライニングは表裏ナイロンの同じ生地なんだけど、この M51 のライニングは表と裏で生地が違うんですよね。だからこのね白い方、このパイルを見せて着るとね、まあ、こんな感じ、これ可愛いんですよね。うん、なんかこう肩が落ちてさ、なんかいいんですよね最近こういうの着てる子多いですよね、まあ、可愛いと思います。これをね僕が着たらね、はいこんな感じ、なんかねちゃんちゃんこみたいになってしまうんですよね。なんすかね、うん、はい、そんなわけで今回は最近手に入れた M51 フィールドパーカー、通称モッツコートを紹介しました。もうずーっと憧れのアイテムだったので今回手に入れることができてね、とても嬉しいです。またこれを着て1週間コーデなどやってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで小栗洋平、小栗健二でした。ほいじゃあ。